やっと一息ホテルに着きました。今回私が予約したホテルは京都駅近くにあるロイヤルツインホテルというところです。でネットで予約したんですけれども、ホテルの部屋はホテル側でセレクトしてくれるっていうか選んでくれるっていうプランになっているので、私一人なんですけど、なんか2つベッドもあるし、この館内着も2つあるんですよ。なので結構カップルみたいな感じの部屋なんですけれども、まあ、今回このお部屋に泊まることとなりました。ということで今から何をしようかなって思ったんですが、1階のレストランでドリンクが何でも飲み放題みたいなので、この後ドリンクをちょっと飲みに行こうかなっていうのと、あとここは大浴場もあって、あとサウナも岩盤浴もあるんですよ。もう私にとったらパラダイスみたいな、ホテルなんですけれども、もう入りたい放題なので何回も入ろうかなと思っています。今からはちょっとね休憩したらもう一回京都駅の方に行っていろいろ散策してみようかなと思います。お腹もすっごいペコペコなので、何食べよう楽しみなんだけど、あ、ホテルのレストランも結構ね美味しそうなものがたくさんあったんですよ。もう歩きたくないってなったらホテルのレストランでもいいし、ちょっと歩いていいお店があったらそこを入ってみてもいいかなと思います。明日は長男も京都まで来てくれるので合流して美味しいご飯を食べたり買い物したりしようかなと思います。ただねちょっとね天気が多分雨だと思いますね。あまりこう神社とかは行けないと思うんですけれども、まあねせっかく合流するので楽しく過ごせたらいいななんて思っておりますので、はい、そんな感じです。足が限界。よいしょ。よいしょ。今
帰ってきました。めっちゃ歩いた、多分3時間ぐらい、あ、もっと歩いた、4時、3時、4時、5、6、あ、やっぱ3時間ぐらい歩いてたと思う。その後ちょっといろいろ探検をして、でビールを飲んで湯葉を食べて、その後にまたぐるぐるちょっと歩いたんですけど、京都タワーの方にも行ったんですね。京都タワー、そうだよね、京都タワーだよね、京都タワーの方に行ったんだけど、もう本当にね、ちょうど時間帯が仕事終わりの5時ちょっと過ぎぐらいの時間帯で、もうサラリーマンとか、もう学生のカップルとか、サラリーマンのカップルもすごくて、めちゃくちゃ人だったんですよ。お店も夜ご飯ここにしようとか思って目星をつけておいたところがあったんですけど、ちょうど時間帯がですね、夕飯時の時間帯にかぶってしまいまして、しかも週末、もうね入れないんですよ。なので夜ご飯はですね、もうちょっと買ってきました。ちょっとお店でゆっくり食べる感じじゃないなとかって思ったので、今からサウナに行ってお風呂に入って、思う存分汗をかいた後に夜ご飯を堪能したいと思います。お部屋でまったりです。でもね、めっちゃ歩いたんだけど、そんなにね、行動範囲的には全然広くないの。だって駅の向こうとこっちに行ったり来たりしてただけだから、そんなに遠くには行ってないのに、3時間ぐらいぐるぐるしてたかな。うん、でもすごい楽しかった。はい、そんな感じです。じゃあ着替えました。今からお風呂に行ってきたいと思います。なんかこのエコバッグみたいのがついてたので、ここにタオルとか洗面用具を入れて、この館内着でそのままお風呂に行っていいみたいなので、行ってきたいと思います。本当はさ、京都タワー夜行きたかったんだよね。だけどもうなんか疲れちゃって、夜行く元気がないというか、なんか夜は夜できっと街を歩いたら気持ちいいんだろうけど、さ、絶対夜行った方が綺麗なんだよね。分かってるんだけどさ、もう47歳、体力がないわけですよ。ちなみに午前中仕事をしてきたからね、もうちょっと夜出かけるのは難しいかなっていう感じで、ライトアップされたところを撮るのが絶対綺麗だと思うんだけど、分かってるんだよ、分かってるけど、もう行く元気ないからお風呂行ってきます。めちゃくちゃお風呂が気持ちよかった。岩盤浴も結構厚めで、もうさっぱりです。京都駅で笹寿司を買ったので、これを今から食べたいと思います。美味しそう。あと厚焼き卵のサンドイッチがめちゃくちゃ美味しそうだったので、これも食べたいと思います。今回の旅はですね、夜ご飯朝ご飯ついてないんですよ。夜はなんか京都っぽい美味しいものを食べようかなって思っていたし、次の日は長男と合流して、もうお昼前から美味しいご飯をね食べようじゃないかって言っていたので、まあ、朝ごはんもきっとね食べちゃうと早めのお昼が食べれなくなるかなと思って、夜も朝もついてないコースっていうので頼みました。コンビニで淡路島産しらすと大根おろしのだし醤油仕立て、これ地元で売ってないと思うけど、あとこれも淡路島産玉ねぎとツナズリポン酢を買いました。淡路島産って売ってないと思うけど、売ってるのかな。笹寿司の後藤さんのものですね。笹寿司食べるのめっちゃ久しぶりかも。こんな感じです。うん、美味しい。グッとグッと。京都はさ、全然初めてじゃないんだけど、あれ？なんでこれ置いてないの？こうか。京都駅に来たのは、20年ぶりぐらいかもしれない。京都っていいよね。ああ、
めっちゃ美味しい味噌汁。夜ちょっと小料理屋みたいなところに入ろうかなとも思ったんだけど、あまりの人の多さに、美味しい、やめました本当は去年、長男が大学生、次男が高校生、それをきっかけにやっぱちょっと手も離れたし、一人旅をね、やってみようかななんてずっと思ってたんですけど、いろいろな事情が重なって一人旅難しいなっていうところで今回やっと叶ったわけですよ。まあね、一人旅と言ってもですね、大学に行ってる長男にちょっとだけ会いに行きがてら、まあ、神戸とか大阪とか、まあ、関西方面をですねちょっと一人旅してみたいななんて、美味しい、まあ、そんな感じですね。幸せ、まあ、すごいこれめっちゃ美味しそうなんだけど、うん、めっちゃ美味しい。旅行に来たらさ太るかもとかさ考えたくないよね。っていうかさ、いつもそんなこと考えてるのかこの人はっていうぐらいの量食べてるけど美味しそう、うん、あ、これも美味しい。淡路島、うちの近くのセブンに淡路島のやつあったかな。関西方面だけとか、うん、美味しい。このヘアオイルめちゃくちゃ良かった。一個ずつ切り離すことができるので旅行とかに持っていくのにちょうどいいかもしれない。クリームは試供品で、アイクリーム豆乳イソフラボン、なんかこれいいらしいよ。口コミが良かったので買ってみました。あとはニキビの薬をつけて寝ましょう。本当にマスクの下がブレブレだからさ、すぐにニキビできちゃうんだよね。寝よ。あ、そうだ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 、さっきね京都駅のところで買ったのカチューシャベージュの、可愛くない。あとバングル、夏につけたら可愛いと思って購入しました。寝よ。you